はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。こちらのチャンネルではですね、このようなスマートウォッチの動画をたくさん出してますので、ぜひ見てください。皆さん、Apple Watch の文字盤は何にされてますか。こちらの動画ではですね、クロコロジーというアプリを使っていろんな文字盤の紹介をしてます。あとチャンネルの T シャツできましたので、概要欄から気になる方は見てください。はい、まず最初の文字盤ですけども、ミッキーマウスですね。ディズニー系、ディズニー系のものを勝手に作っちゃうっていうのは多分ダメだと思うんですけども、こちらの文字盤も無料で配布されてますということですね。概要欄の方に文字盤のリンクを出してますので、そこから飛ぶようにしてください。もうコロナが流行ってからというか、ディズニーランドもしばらく行ってないですね。はい、続いての文字盤がこちら、スカーゲンですね。スカーゲンの時計ですね、私1本持ってるんですけども、23歳ぐらいだったかな、そのくらいの時に買って、もうベルトがですねボロボロになって、スカーゲンのベルトっていちいちスカーゲンまで修理に出さないといけなくて、しかも1万何歩ぐらいするんですよね。だからなかなか大変でした。はい、続いての文字盤がこちら、カシオですね。カシオはですね、やっぱりいろんな年齢層の方に人気の商品ということで、やっぱりがっつりカシオファンの人もやっぱり見てる方いらっしゃるんじゃないでしょうかというところで、こちらの文字盤をチョイスしてみました。ですね、いろいろカシオ、そうですね、 G-SHOCK とかベビー G とか流行った時に1本ぐらい買いましたけど、意外とその後、あともう1本買ったかな、2本ぐらいかな、今までで買ったのはって感じです。あ、クックから電話だ。なんだろう、こんな夜遅くに。はい、どうした、クック。アプローチ7四角にしてもいいかって。いいんじゃない、売れると思うよ。切るよ。はい、続いての文字盤がこちらの、なんだろうなっていう時計なんですけども、こちらはなんか時計学にのっとってるっていう感じの文字盤ですね。結構難しい感じの文字盤ですね。特に言うことがあまりありません。はい、続いての文字盤がこちらの、ブラックの、パネライっていう文字盤ですね。なかなかこの文字盤はですね、そこまでパッとしないかなっていう正直な印象ですね。なんか作りがですね、結構安っぽい感じがちょっと正直しますね。やっぱ文字盤のものによってはすごい緻密に作られてるやつもあるので、そういうのを見るとなんとなくしょぼいかなって感じです。はい、続いての文字盤が、指紋認証搭載文字盤ですね。こちらの文字盤は指紋認証を搭載してるふりをしてる文字盤ですね。指紋認証をまるでしてるかのようなですね文字盤ですけども、触ってもこのようにクロコロジーのオプションが表示されるだけで、一切反応はもちろんしませんと、見せかけですね、これを見せてですね、友達に指紋認証ついてるのアプローチ出てるんだけど知らないのっていう、そういう感じで自慢してみるのも楽しいのかもしれません。アプローチにですね指紋認証が搭載されるっていう噂もいろいろ出てましたけども、おそらくアップルウォッチ7では搭載はしてこないのかなと見てますけども、どうでしょうか。まもなくですね、搭載になりますんで、まもなく搭載じゃない、まもなく発売になるのでですね、それで答え合わせができるんじゃないかなとは思いますけども、早く9月ですね、発売9月に迫ってますんで、そこで見てみたいと思います。それではまた次回動画でお会いしましょう。またね。またね。
We left a room of fight once again, though. Yeah, we said some things we didn't mean, hun. I always start the fight and you put the fire out. I always say too much and I get jealous. I never hear you out and that is selfish. I always start the fight and you put the fire out. I'm sorry for the way we left things. I know you're hurting. I didn't mean to start a war. I'm still learning how to talk about my feelings. You know it is hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Keep my guard up and I'm sorry. I built my walls so high you couldn't climb them. But you're not the one to blame. I know this is all on me.